はい、どうも、ディアカントです。さて、今回はですね、一緒に筋トレをやろうシリーズです。まあ、その中でも結構質問が多かったこの上腕二頭筋だけ、この力こぶだけのトレーニングを教えてくださいということが多かったので、今回はこの上腕二頭筋に特化した力こぶ育成、5キロのダンベルで5分でできる筋トレ、これを一緒にやっていきましょう。では実際にやっていきます。はい、まずはダンベルを持って椅子に座って足をしっかりと閉じます。そしてまずはリバースカール、手の甲を天井に向けて肘を曲げていきます。こうすることでこの腕のちょっと外側の上腕筋、これを鍛えてかっこいいメリハリのある腕が作れます。まずはこれを10回、ちなみにこの3本で握る感じ、息を吐きながら上げて吸いながら下ろします。ではいきます。1、1、2、3、2で吐いて、1、2、3、3、肘は固定、1、2、3、4で上げて、1、2、3、5、1、2、3、6でゆっくりです。1、2、3、7、1、2、3、8タイヤを下ろして、1、2、3、9、1、2、3、10でゆっくり下ろして、はい、 OK。 そして今度は上腕二頭筋を鍛えるダンベルから、手のひらが正面になるようにダンベルを持って、小指薬指でダンベルを握って息を吐きながら肘を曲げていきます。10回ではやっていきましょう。背の背1で上げて、1、2、3、2、これ肘はちょっと前に出す感じ、1、2、3、3で吐いて、1、2、3、4で上げて、1、2、3、5上げて、少しパーしながら押すようにいきます。1、2、3、6で、1、2、3、7で上げて、パーしながら、1、2、3、8で上げて、1、2、3、9で上げて、1、2、3、ラスト、はい、10でゆっくり押す、1、2、3、はい、 OK。 そして次3つ目はハンマーカールです。これは上腕二頭筋の長頭といって、力こぶの高さを高くするのと前腕にも効いていきます。この3本で握っていきます。では肘を固定して10回、せーの、1だけで、1、2、3、2、1、2、3、3だけで、1、2、3、4、きつくなってきた、1、2、3、5、1、2、3、6、1、2、3、7、1、2、3、8だけで、1、2、3、9、1、2、3、10でゆっくり押して、1、2、3、ラストです。ダンベルツイスト、肘を90度に曲げてダンベルをひねっていきます。1往復で1回ですね。これはね、前腕の方にも効いてきて、よりメリハリのあるかっこいい腕が作れます。では肘を90度に曲げてひねっていきます。ではいきます。1で正面です。2、正面、3、正面、4、左、右、正面、5、6、最後は7、8、左に右正面、9、左に右正面、ラスト、左に右正面、はい、 OK。 おお、1セット目終了。もう1セットね、ちょっとインターバルを30秒ほど置いてやってみましょうか。そうですね、まあ、これはね、まあ、重さは5キロしかないから、1回1回なるべく丁寧に行う、そして10回できなくてもいいです。できる回数を行ってやってもらえるといいかなと思います。うん、まあ30秒インターバルということだったんですけど、僕はちょっとせっかくなんでもう行きましょうか。2セット目ラストセットです。まずはリバースカール、この3本で握って肘を固定して10回、せーの、1で入って、1、2、3、2で入って、1、2、3、3で入って、1、2、3、4で入って、1、2、3、5、1、2、3、6、1、2、3、7、1、2、3、8で入って、次は1、2、3、9で入って、1、2、3、10でゆっくり押して、1、2、3、そして手が正面、小指薬指を握ってダンベルカール、肘は少し動かします。ではいきます、せーの、1で入って、パーシャル、1、2、3、2で入って、次は1、2、3、3で入って、1、2、3、4で入って、1、2、3、5で腕を絞り込む、1、2、3、6で入って、1、2、3、7、引いてきた、1、2、3、8、1、2、3、9、1、2、3、10、リクロして、腕が燃える、もう喋る余裕がない。ではハンマーカール、この3本で握ってダンベルを縦にして、肘は固定して10回、せーの、はい、1、1、2、3、2で入って、1、2、3、3、頑張って、1、2、3、4、ここから勝負、1、2、3、5、1、2、3、6、1、2、3、7、1、2、3、8、1、2、3、9、1、2、3、10、ゆっくり下ろして、そしてラスト、ダンベルツイスト、ダンベルをこのまま固定して左に右に回して、これを10回ですね。よし、やりますよ、10往復、はい、せーの、1、左に右、はい、2、はい、3、左に右、はい、4、ピタ、5、はい、6、左に右で、そう、7、はい、8、はい、9、はい、10、
そして延長戦、ここからダンベルハンマーカール5回、縦に肘曲げていく姿勢の1、2、テンポよく3、4、5、まだいける、あと5回、6、7、みんな頑張って8、9、ラスト、はい、10、OK、 腕パンパンになった、パンパンになりました。どうですか皆さん、で相当効いてます。これをですね、大体週に2から3回ほどやってみてください。かなりね、上腕二頭筋、近くのピークが高くなります。以上です。